回はですね、花粉症の方がもう一つ注意するべき内容をお伝えしていこうと思います。それが花粉による皆さんこんにちは、ウルバナラボ薬剤師の砂川彩音です。今回は花粉症で食べ物アレルギーというお話をしたいと思います。2月にも花粉の動画っていうのは2本撮ってるんですけど、3月に入っていよいよ本格的に花粉のシーズンとなりました。で、以前の動画で花粉による皮膚炎のお話を少ししたんですけど、今回はですね、花粉症の方がもう一つ注意するべき内容をお伝えしていこうと思います。それが花粉による食べ物のアレルギーなんですね。で、実は花粉症の方の 10% から20% が食べ物による口腔アレルギー、口の中のアレルギーを発症すると言われています。もしかしたら経験ある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、特定の食べ物を食べると、いつもは食べ物のアレルギーが全くないのに、花粉のシーズンになると特定の食べ物を食べると口の中がイガイガしたり、なんとなく口が痒くなったりっていうことが起こってくることがあります。これって実は花粉の種類によって反応してくる食べ物の種類っていうものも変わってきます。花粉症で一番多い杉とか、あとヒノキ、こうしたアレルギーのある方はトマトに注意が必要です。北海道や北の地域に多い、白樺という花粉に対してはリンゴ、桃、それからちょっと驚きなんですけど、人参、じゃがいも、こういった食べ物が反応しやすくなります。あとは秋の花粉として多いブタクサはメロン、スイカ、キュウリといった食べ物に反応しやすくなります。花粉の種類によってちょっと反応してくる食べ物が変わってくるので、ぜひ皆さんもですね、ご自身の反応する花粉の種類によって、どういった食べ物が反応してくるかなっていうことでちょっと調べてみるといいかもしれません。花粉症で口腔アレルギーが発症してくる理由っていうのは、花粉症のアレルゲンとなるタンパクと食べ物のタンパクというのが似ているからなんですね。なので体が特定の食べ物が入ってきた時に花粉だと勘違いしてしまってアレルギーが発症してしまうということになります。この花粉症による口腔アレルギーを発症するこのアレルゲンというのは熱に弱いという性質があるので、ぜひですね、そういった特定の食べ物を食べるときは一度加熱してから食べるっていうことも一つの対策になるかなと思います。花粉症ももちろんなんですけど、こうした花粉による口腔アレルギーっていうのもなかなか改善策っていうのはありません。なので、ひどくなる前に対策をしておく、症状が悪化する前に対策をするっていうことがすごく重要になってきます。これから本当に花粉がピークになってきます。ぜひ皆さん健康管理しっかりしていただいて、花粉対策とともに口腔アレルギーの対策というのもしてみていただきたいなと思います。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。